カーをダイソーに送る。早速訪れた実戦のチャンスだが、ミスは構わん。だが気を抜いたプレーは絶対に許さん。井上の表情は曇った。ね、大輝、はい、今奈良原コーチ言ったけど、はい、まあ、あんなことを見せられたら俺も使えなくなっちゃう、はい、だから今回はお前に言っとく猶予を与える。ノースライディングなんて考えられないな。打つ瞬間が見損ねたじゃなくて、お前はだって素人じゃないんだよ、もう、はい、プロの世界入ってきたんだよな。仮にも PL 学園というエリート学校出てんだから、そう、あれ野球知らないのこの人ってみんなに思われちゃうよ、みんなが見てたら、はい、だろ、はい、一回今回だって猶予を与えてある、はい、次そんなことあったらもうほんと使わないよ、はい、分かった、それぐらい厳しくお前も受け止めろ、はい、ありえない。本日は その日の夜、井上の指導者としての苦悩を垣間見た。厳しい言い方かもしれませんけど、そんなの考えられねえぞと今日はもうはっきり言いましたよ。だからまあこれからね、今日あの失敗があの吉川大輝という子を大きくするための何ですかね、糧として彼が受け止めるかどうかですよね。この子のためを思って、この人のためを思ってと思って、ちょっとこう自分の気持ちを高ぶらせて怒るっていうのは、怒られた方はシュンと例えばなったとしても、怒った方も気持ちのいいもんではないですよね。それは分かってるんですよ。だから僕も怒る前に一回噛みしめて、でこの子が本当に受け止めてくれるかどうかっていうことをちゃんと自分の中で整理してから言葉にはするようにはしてます。どうなんだろう、あいつ俺のこと怖いのかなもうほんとチラ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 俺がいるところ探すから細かく見せれないけど、はい、今日例えば指示したこととか、それからまあ指示したこと、まあ、反省点っていうのをメモ書きするんですけど、いくら遅くなろうともその日のメモは必ずチェックする。それも大事な仕事だ。